何 TikTok でやろう。こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんは、ショールームが始まりました。こんばんは、こんばんは、ショールームが始まりました。こんばんは。マイクテスト、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 あ、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 もういますと思います。マイクテスト、メリークリスマス。メリクリ。メールダメだった？何がダメ？あ、そういうこと？ラジカルではないと。ミッドナイト出る。あ、あ、やばい、行かなきゃ。行かなきゃ。行かなきゃ。行ってきます。劇場。スクランブルの電話かかってきたらどうする？ミッドナイトの。え、だからショールームが切れちゃう。そう。やばい、練習しとかなきゃ今から。なんで池が、なんで池がさ、そうか、練習するの？なんで？ごめん、どうしよう、スクランブルの電話、池さんかかってきた、どうしよう。私ついていくね。そこで、二人でお示しの練習しよう。見に来るの？皆さん、ね、今からね、見るんでしょ、どうせ。ミッドナイト行ってくんの、これから。出くる？違う、キャが出るの？出ない、出る。15分間やろうかな。ヒロ君、クマさんありがとう。じゃあ水着もしようって言ってますね、そこの。なんで？嘘。何をやろうやる？いってらっしゃい、行ってきます。頑張るね。ね、ミッドナイト行ってきます。だから池は出ないの。2人であれやろう、あの、なんだか、なんだろう、なんかやろう。ミサもね。鼻で笑った。なんか立てかけるやつがなくて、そう、お湯と今ね、なんかそう、お湯コードのぐるぐる巻きのやつになってたの。おー、え、スルーズネットっていい曲だよね、今日流しましたけどね、今日流した。ラジオ終わりに3人でクリスマスパーティーをね、して。そうだよ。ケーキ食べました。ケーキ食べました。お菓子も食べました。ジュースも飲みました。終わり。終わり。それだけ。立てかけたいな。なんで、うん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 、
も良くなるよ好きな、なんだっけ、気になる、ああ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 皆さんお楽しみに。ランドルが入る。私もそうします。みんなと同じ時に。口に色を塗るね。まだね、そうあれなんですよね。あれができないのでね、まだコラボ配信ができないのが悲しいんですけど。いや、コラボ配信できるんだよね。コメント出せない。声だけではコラボしてるので良いと思います ね、 そう、今日はクリスマス、そうだよ、今日クリスマスだよ、何してんのみんな、クリスマス、バレンタインデー、誕生日、これが恋の三大きっかけでなんだって、ほんと、ほんとクリスマス、バレンタインデー、クリスマス、クリスマス、バレンタインデー、誕生日、誕生日、それが最大限的なんだって。キャさんのやつと二窓で見ないと何やってるのってなるよね。ねえ、さっきはレジオ長かったじゃん。最後の一つ誰か欲しい全部ミサがグミミキなんかそうミキが声を変えたのに最後ねそんなさ可愛い顔でさ言われたらさ誰もいるって言わないよどうぞ食べてくださいよってなるよ皆さんほっこりしましたか今のエピソードゴリだろ。サンタさんは来てないですね。でもさっきマネージャーさんのケーキを与えてそう。せやで。最終回ありがとうございます本当に。こんな大切な時に。そうだよ。こんなになんか私たちでいいのっていう感じなんですよ。本当に歴史ある番組の最後に。いただきます。本当にね。ね、コラボ解禁したらしいよ。でもそういうのはでもマネージャーさんから多分そういうのはあれだよね。連絡が連絡が来るまではでもそう一部ではダメだと思うので。でもなんか結局わかんない。でもそういう連絡来てないし。来るまではとりあえずって感じですかね。なんかあれだよね。人によっても違うし、意外となんかまた確認したらダメって言われる。そう。ちゃんとあのマネージャーさんから許可をもらうまで、とりあえず待ってみたいと思います。シェアで。みんな私がプレゼントなの？みんな一人でしょ。みんな一人ですか？悲しい、私も一人です。でも今日は一人でありません。だってこの間聞いたらダメって言われた。うん、ダメって言われた。うん、誰かがいいって言ってもダメっていう人いなかった。やめる。まあまあ一人の人もそうでない人もみんな握手会で癒されに来てくださいね。今日ね、ゆずきさんに会いました。いいんじゃない、いいんじゃない、ねえ、なんか同じコメントしか来ないよ、同じコメントしか来ない、なんかさ、こういうのさ、よくわからんくない、ちょっとよくわかんない、今日のクリス、今年のクリスマスケーキは
お好み焼き？ゆずこさんの配信しよう。どういうこと？ちょっとよく分かんなかった。え、なんかね、今年のクリスマスケーキはお好み焼きってきた。え、いい、いいね。え？丸いからいいんじゃない？そういうことない。甘くない。分かんない。甘党じゃないのかも。身飾りはそんな高くない。お米バッグ、そうそうそう、そう、ゆずきくんが、え、ゆずこさんにさっきあったよ、はい、じゃん、うん、今日の服好き、ありがとう。ゆずこさんは多分池田のこと好きですよ。あのね、ゆずこさんクリスマスだから赤にしました。私も今日クリスマスだからボルドーですか、ワインレッドにしました。キャサンと似てるんですよ。そうそうそう、こっちはちょっとクリスマス。そうだよ、ミスさんはあれだもんね、あのお揃いだもん。谷さんは今日はみんなおしめに会えて今日、ね、今日幸せなの。ちょっとね、ちょっとダメだ、ちょっとね、ダメだ。もういいクリスマスすぎて、メリークリスマスって言われたんだ。よかったね。今日踊ってるの見れたもん。そう、踊ってるの見れたし、もう今日一日中です。楽しかったよね。楽しかったよね。筋肉痛かな。こういうの根拠人多いもんね。MV ってもうだもんね。クリスマスプレゼントありがとうございます。私のことを一緒だっけ、歌わり。なぜなぜ声をかけてくれたんだろう。え、なんだっけ、あ、これだっけ。え、それはダメ、それはまだダメじゃない。え、え、あれ、あれ、え、フレンズキャラちょっと待って、見たい気になるよ。あれ、あれ、まだ見たい気になるよ。そう、めちゃくちゃ好きで、片思いの、片思い、なんか私そういう曲好きなんですよね。なんか、めっちゃ良くないですか。私ね、フォーティエイトグループのなんか爽やか系な青春みたいな、めっちゃ大好きなんだ。バイタッチっていうところがね、すごい好きなんですよ。え、なんかちょっと口強くない。え、なんか、時代に届いたさ、音めちゃくちゃ強くない、うん、え、それも、あ、確かに、あ、わかるわかるわかる。私のことを何も知らない。あの人すごいよね、声めっちゃ高くない。男性の方だよね、あの私の。でもさ、だいたいさ、なんかさ、声入る前ってさ、あの声で来るよね、何の曲も。まあ、ミュージックビデオも解禁されたらぜひ見てください。ハイウェイガールズ、人数多いんですけどぜひ見つけてくださいね。楽しかったよね。あ、そう、にじゃないよの YouTube もぜひ、うん、見てね。大富豪イベントやるよ。頑張ってね。大富豪イベント、さっき大富豪やったよ。うん、最近毎日やってる。今日は見たないところに来てね。そうだよ、みんな、ちょっ
とそろそろ着替えた方がいい、ね、そうだよね。今15分経過しました。もう来年まあ、それはね、ちょっとキャサリンが出てるというのがね。うん。うん。何や、なんだろうね。あれはでもなんか結構ね、先輩になったら出たいですね。普通にすごいと思うんですよ。新しい曲をたくさん覚え。本当に先輩すごいなと思って。うん、みずきはね今日すごく疲れた。電話ありがとうって電話おめでとう。メリークリスマス。マリークリスマス。そう今日朝早かったもんね。そうめっちゃずっと動いてた。筋肉痛。ね。あげる側じゃないんですか？あげる側なの？でもね、あげるとこに合わないようにしよう。私もいとこに合わないようにあげよう。でも絶対もらう側だったらさ、無理やりでも行きたいよね。もらえるというのはめっちゃ加減しよう。いとこは1月1日が誕生日なのでケーキを食べたいです。なんか1月1日ケーキ食べる。今日の最高のクリスマスプレゼントは3人同期で、今日ケーキ食べちゃった。ケーキを食べれたことと、ゆずきさんに会えたことです。嬉しすぎてちょっとね抱きついてしまいました。会えると貧乏金なしさん、桃田新さん、ちさちゃん、ちくわドーナツさん、ひさおさん。でもチキンが食べれなかった。昨日食べたね。マーコポンタン、モナカさん、奥村さん、ありがとうございます。桃ちゃんに今度桃ちゃんにジュースとかなんとかする。ケーキはホールって来てる。ケーキホールが良かったけどなかった。ね、それの。みつきちさん？みつきちさん？もう同期は年齢関係ないですけど、毎日同じ仲間。うん、はい、メリークリスマス、もうすぐ終わっちゃう。悲しいね。TikTok 見てください、詰めたのと。そう、あ、聞いてください。あのですね、なんかメイクするときに、ね、ブラシを使ったんですよ。そしたらね、崩れにくくなった。おすごい、どうでもいいけど感動したんだけど、今までずっと指でねパタパタってしたけど、ブラシも指でした。ブラシ均等につくしね。そうなんだ。ナイアンが1周年パーティーしたいって言ってたなんて。1周年パーティーしたい。しようよ。去年のクリスマスはホテルで一人でブラシでお披露目の練習してた。なんかブラシの手も買わないんじゃないかって思って手でやってたんですけど、クリボチだけど買いに行ってたことないですか。いいですよ、今日は均等だから。今日はちょっとクリスマス。私も早く学習返したい。なんかね、マック分かりますか？ね、なんかピーピー言ってない。これマックのブラシいいね。めっちゃ丸くない？壊れたこと？いただいて感電してる。うわ、熱い。これは良くないですね。これ一瞬抜いてみて。え、ほら、絶対それだよ。だって音消えたもん。怖い。感電しちゃうの？ク
リスマスに感電したらシャレにならんの。え、ほら、これつけると音鳴るもん。鳴っとない？え、鳴ってる？鳴ってない？鳴ってるじゃん、めっちゃ。え？あ、鳴ってる！え、超鳴ってるよ。え？ほら、鳴ってる。違う穴でも鳴るから。え、鳴ってる鳴ってる。え、ちこっちにしてみ。めっちゃ鳴ってるやん。ダメなのかなこのコード。いや私充電器すぐ壊れるんだけど。え、なんかめっちゃ鳴る。変な音がする。え、でもそんなで買って、まだ買って使い始めてそんな時ってない。なんでだろう。でもなんか音がする。怖い怖い。そろそろ終わりにしますか、ね、うん、終わりにしますよ。13位さあちゃん、12位ミロさん、11位マコポンタン、10位キョウイチさん、9位カンさん、8位ホホポジさん、7位カズカズさん、6位メガトンパンチさん、5位アンキューさん、4位ちくわドーナツさん、3位奥村さん、3位モナカさん、1位ももたしんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。デイ大富豪よろしくお願いします。メリークリスマス、バイバイ。もうもうあと数分でクリスマスは終わりますが、サンタさん来なかったの。忙しいクリスマスでした。サンタさん来ましたか。ミッドナイト公演頑張って、ありがとう。出るんですから、ちょっとそろそろ劇場に。ちょっと本当に本当にマジでやばいから、ちょっと終わりにするね。私もちょっとあの今から考えて、行けば寝るんでしょう。寝ない、寝ない。え、見に行きたいじゃないと。行けさ、行けば、行けば最近よく寝てるのを見ます。ではバイバイ。飲んでバイバイ。